はい、ただいま視聴者、研究員の皆さん、おせよお前本当に。あのね、うん、食べた直後にやる運動じゃない。はなんてさ、食べた直後でさそんな早く動けるの。お前がここ選んだんだろう。それはそうだけど、うん、よう吐かないでいられるね。なんで真面目に言えついてよ、どっちかで俺上行って。でもさっきから音は聞こえるよね。ああ、なんか動物かなっていう、なんかカサカサ音は何度かしてる。うん、動物だな、ねえことは確かなんだ。さっき、あの女の子と会ったぞ、四丁目って書いてあるとこで。おう、うん、ちっちゃい子もいるんですね、ここ。じゃあえらいでしょうって言われた。よくご存知で。あなた体悪いのに登れるのって言われた。で、この本堂の方でも白装束を着た女の霊が出ると言われている。いました。うん、いやだからよ。待っとったやん、ここまで。あれ、まあ、もう終わったと思ったのに。全然わかんないし。お前が選んだんやな、ここ。分かってんだよね。写真も撮れんかったんやで、俺。撮ってええやで。本当に聖域というかアウトのエリアですか。いや、もう全然違う空気。この匂いが嫌だ、俺嫌だ。あ、悪い方ですね、これ、うん、これ、嫌だ、怖い、この匂い、この毒臭い匂い、嫌だ、俺臭い、嫌だ、俺怖い、嫌だ。はい、ではここまでにしましょう。この嫌だ、見晴らしがある、なんて思う。なんかすげえ震えてきた声。すげえオーブ。マジか。あ、本当だ。あ、今光って見えたやろ。うん、俺今だってすげえ力上げとるから、多分フラッシュで見えるだろ、そっちで。消えたな、怖え。なんやろ、無理しちゃダメよ。いや、すげえ足すくん、怖い。多分あの光のあるところが本堂なんでしょうけどね。多分ね、まあ、やだ、この嫌な匂い、やだな。これは霊感ないムー一人で行っても呪われるってか怒られるパターン。いや、わからん、それはわからん、俺にも。これはああ、ただ単にかっちゃんと絶望的に相性が悪い。なんで今これ息切れするんやろ。怖い。俺が来るまでの間十分休めてたのに。なんかこっから外が、このこっからがもう違うのよ、ザリとから。怖い怖い怖い、すげえ怖いな。なんだこの怖さ。いやー、なんかサタンがすげえ喜んどる。嫌だな、怖いな。サタン的には行くべき場所なのか。じゃよくないな、それ。行けて行ってるけど、俺は怖い、ここ。あー、怖い怖いよ怖いよ怖い。サタンの相性のいいところがカッちゃんの相性のいいところってわけでもないんだな。なんだこの寂しい空気とこの臭い匂い。ああ、
頭まで痛くなっていいな。血液足りんのかな俺。やだ、この呼吸がやだ。別にもうここの溝は別に水が流れてるとかそういうなんか腐った水あるわけじゃないもんな。なんだこの匂い。匂う？なんかほんのり、なんかうん、水がに濁ったかな、腐った匂いっていう。腐った匂い、うん、やだ、この匂いが嫌いなんだ俺。これが一番悪霊なんだよ。あった、ここか、やだ。怖いよ。でもな、なんか知らんけど酒みたいっていう、なんか怖いもの見たさがあるんだよな。怖いよ。今は釣っとるか。行くか。行けます。ここまで来たらこんな偉い思いしてきたんだもんな。先どうぞ。おった。いやだな、俺絶対無理かな。ゆっくり行くからなんかアウトのラインを踏み込んだら教えてね。もうアウト。あ、行くしょ、行くしょ。一つ一つビビっとる俺マジで。足がすげえすくむな、俺。どっちのライトがいい？こっちで。はい。なんか、今の方向あったらカメラで撮っておいてくださいまし。今の影何やった？上に通ってた影。ああ、なんかね、俺もさっきのこの日の横ぐらいでチラッと見たんだけど、あれ偶然じゃないんだ。今、なんか通ってたよね、上を。うん、やだ、行くかって言ってる頃に、うん、この木の横の前ぐらいにこの辺通ったからさ、あれもしかして結構近いところになんか変なのいるっていう聞こうとしたんだけど。今なんか上からなんか光も立てねえけど影で来たよな、上。いやだな、カメラに多分映っとるよ、スーパーフワって。何か気づくレベルだからろくでもないんだよな。明日絶対筋肉痛だよ。もう読めるの、うん、ん？アンパンマン。クッコーって、うん、ね、なんでしょうね。なんか今なんか落としたよね。しましたね。
撤退しろだって今、後ろから、はい、帰りましょう。何今の、びっくりした。何撤退しろだって。はい、カメラ、あれじゃない、ライト持って。なんで、あの、帰るよ帰るよ。ダメダメ、アウト。何今の、おー、びっくりした。すげえびっくりした今。なんか心臓悪いここいきなり後ろから撤退しろって。何、お父さんかよ、お父さん肩かなんか叩いてくれよ。今じゃねえっちゅうの。なんだこいつ、マジびっくりするじゃねえかお前。しっかりここにもついてきましたか。はぁ、ここにもついてきましたか。うん、撤退しろだって、よくないって。今の音ないだろうな。なんでしょうね、動物じゃねえ速さだったよな。そう、でもなんかあくまで動物かなっていう可能性せずに、いろいろライト照らしたけど何も見えないか。それからすぐに撤退しろって言われて。おー、なんだここ。じゃあ、すげえ寒気がする。膝に悪いな、ここ。いや、ほんとに。なんか上から音が、うん、大丈夫。なんか上から音がするんだよ、さっきから。ゴトン、ゴトンっていう。何やろな。すげえ今、ものすごい冷気があって。読み取れねえ。なんかすげえものがこっちに来てる。さあ、ちょっと逃げるのだ。何だろう、何この音、いまだに聞こえる。何ここ、マジやばいんだけど。悪いけど、なんか直感があのダメって言ったから俺はもう帰るよ帰りに行ったんだよ。野生の勘には従うもんです。はもう俺の本能がダメって言った。嘘、うん、俺もこんなにビビったの初めてなんだここ、今まで感じたことね。あ、ありがとね。あ、怖い、女の子ちゃん、うん、ここにね、そろるんだよ、うん、ごめんね、女の子ちゃん、解説してる余裕がない、うん、ごめんね。ほら、まだ音するぞ、おい。ザザザザザって、いて、大丈夫っすよ。目が気になる、あれ。なんかに割れてるのかな、今。見えねえものに。すげえものが来てる。なんだろう、俺が突貫しすぎたのも原因？わからない。突貫しすぎたかな、俺たち。撤退しろって言ったら、これ急げんぞ、俺。急いでっていうか、まあ、あくまで安全に配慮してあれしないと、ここは無理だ。急いで、早くもうちょっと下まで降りてって言われとるけど、降りられんちゅうの。人の気持ちもわからんと。お前らは浮遊できるけど、俺浮遊できないからな。お前ら僕簡単に言うなよ。うるさいっちゅうの、もう黙って。なんかうるさい。もうこっから安全だって。はい、はあ、とりあえず一息つく。もう降りる降りたい。お前が偉いだけだろ。いや、なんか単純にあの精神回復する時間必要かな。マジ怖かった俺。やだ俺こういうとこだから、お墓嫌いなんだよ俺もうバカじゃない、本当バカでしょあなた。だってバカじゃない。だからよし撤退って、もうあの踏ん切りバカ、耳元で撤退すぐ撤退するって言われたから撤退したんだよ。耳元で言うなっていうの、いつもびっくりするんだから俺が。いて、俺さ言っとくけどね、はい、56歳だよ数えてももう60になっちゃうんだよ。60歳に近いんだよもうちょっとさねえ、はい、大切に扱おうっていう気ない。
ここに来てヒメプをご所望か。はい。ないと思ってないと危なくない？あそこまで来てったと知らなかった。階段に気を取られすぎたんや。やばい。先に普通やん。 I can't stop。 どうしてなの、筋肉が出てきちゃった。もう歩けない。時の風が強すぎてやった。もう俺無理、もう無理、頭が痛い、フラフラしてきた。これ多分貧血やな。大丈夫、足悪いから足場気をつけてね。頭が悪い。バカ。すげえ、耳鳴りがしてきたら、あ、スズメの音が聞こえたね、今。もう、幻聴か、今の。とりあえず大丈夫。大丈夫。違うよ。眩しい。もう土木臭くないんだな。すげえ先臭かった。そうですね。あの上のところそんな汚れた。足も上がらんのか。とうとう。違う。今普通になんていうの、このついた足が転がってきて、あ、これ足場じゃねえんだって言われる。また匂いがする。香水塗っとる？塗ってません。塗ってないよね。うわ、またこの匂いかい。今度はこの香水チックな匂いなの。金木犀となんか混じった匂いがするね。うわすごいな、ここなんかいろいろおるな。鳥肌がすげえ立ってきた今俺。もう無理。でもとりあえず階段入りが終わったから暑いのに寒い。ふぅ、すごいな、降りてきとる。完全威嚇だよな、これ。足音だけ聞かせるっていうのは。